雷電祭古墳は、埼玉県東松山市の三千塚古墳群内に、ある、ホタテ貝形古墳である。埴輪を持つ埼玉県祭古の古墳。大谷の丘陵上、標高90メートルの雷電山山頂に、築造された。公園部の最上段のみ盛り土がされ、それ以外の部分は地山を削り出して造成されている。 噴球の形状はなら、乙女山古墳に類似する。1984年の調査で、噴球は三段構成であること、前方部長部に吹石が施されていること、世への埴輪列が巡ることが明らかになった。埼玉県で最も古い埴輪の出土例である。公園部噴頂にも、方形の埴輪列が確認されており、その中心に埋葬施設が存在すると思われる。主体部は、 年度格もか木漢字仮想と見られている。1956年に三千塚古墳群として市の史跡に指定。出土した埴輪も2004年に市の重要文化財に指定されている。遠藤埴輪埼玉県立歴史と民族の博物館展示。朝顔形埴輪、遠藤埴輪、季台型埴輪が確認された。これらの埴輪は一般に知られているそれとは、 別物とも言える得意なものである。いずれも表面の調整にハケメ工具が用いられておらず、これは形状が得意なばかりでなく、埴輪というより、むしろ弾きに近い技術で作られていると言える。野焼き製作を示す黒縁が認められることから5世紀前半の製作と推定されている。これらの埴輪は、現在埼玉県立歴史と民族の博物館に展示されている。 ありがとうございます。